い、どうも、コミです。さて、本日はですね、こちらの関西クラクラクラブなんですけども、回路に関するですね、動画をお届けしていきたいというふうに思います。さあ、今日3本全部で見てほしいなというふうに思ってるんですけども、皆さん、回路って、ここ最近本当に増えてきているんですけど、パターンって見つけてますかね？まあ、レジェンドとかになってくると、なかなかそのパターンを見つけていたとしても、手持ちがそれに対応しないとかいうことが、まあ、起こり得ちゃうと思うんですけど、対戦だったら全然対応できるんで、なるべくなら対応したもので攻めた方がいいかなというふうに思います。で、結構ですね、ここ数日でいろんな方が、回路の動画出してますね。ヒロチャンネルさんとか、あとはサキペテさん、ジョーカーさんも前々から出してらっしゃるかな。まあ、ほんといろんな方が回路をやってるんで、まあ、これもそのうちの一つのね、ヒントとして見てもらえたらなというふうに思うんですけども、ぜひそういった他の方の動画もね、ご覧になりながら、自分に合った回路の攻略っていうのを、見つけてもらえたら一番いいかなというふうに思います。さて、本日私がお届けしたい回路は、肝になるのはこれですね。突撃艦。こいつを、もう、使った、非常にシンプルな、回路の対策攻撃というところになります。まずは、これ、ライドニングドラゴンで3次方面をカットしていって、で、さらに12次方面はベビドラでカットですね。これ何やってるかっていうと、単なるもうイエティのですね、横ぞれを防ぐダメだけのカットになります。で、持っていってる呪文はクエイク4ということで、こいつで、ギガインフェルノの1個手前の、とこまでですね、壁をしっかりと穴開けていきます。これですね、ここまで入るようにしていきますね。で、まぁ、今回の私のこの、回路対策っていうのは、3本ともですね、まあ、基本的に、コンセプトは変わらないです。なので、あんまりですね、複数これもあるよ、あれもあるよっていうよりは、まあ、1個のコンセプトのものだと思って見てほしいんですけど、それ何かというと、まず壁にこう穴を開ける。まあ、ジャンプでもいいと思うんですけどね、この感じだったら。で、イエティを束にして中にこう入れていくんですね。今、ここイエティが束になって中に入ってきましたよね。で、ここから先は、まあ、多少割れちゃっても、まあ、構わないかなと思います。本当はね、これ割れない方がいいんですよ。まあ、当然ながらヒーラーがついた状態で、レイジの恩恵をこう十分に受けながら、イエティが片道通行で、回っていってくれると、まあ、一番ベストですね。なんですけど、まあ、最悪割れても、まあ、いいです。で、この辺を見計らって、これ、突撃艦をギガインフェルノのところまでこう、ぶち込んでいきますね。さらにここでレイジを当てて、イエティで、殴っていくと。中にはイエティが入ってるんですね。イエティプラスバルキリープラス、まあ、バーバリアンか、まあ、アーチャーか、その辺ですね。が入っている。で、ここでですね、ギガインフェルノをしっかり、突撃艦で折ると。これが非常に重要です。回路って、一番怖いのは、ユニットが全部、まあ、ここから入りましたよね。入ったのが、こう流れていってしまうんですね。両側に、まあ、言われなくても分かってますけどね、きっと。流れちゃうじゃないですか。流れていってしまうので、それをどうしてもね、したくないからっていうんで、ここをこうカットして、こっちもまあ、要は、今2時から入れようと思ったら、12時、3時をカットして、まっすぐギガインフェルノに向かうように、こう流れに逆らうような、ユニットの動かし方をしなきゃいけないっていう風に考えるから、これすごく難しいんですよ。じゃなくって、もう初めから流れちゃうなら流しちゃえと、よく考えてもらいたいんですけど、この回路って言ってしまえば、壁の一層内側に入ったら、何もしなくても壁の中をぐるーっとこうですね、ユニットが、歩いて行ってくれるわけですよね。壁の敷居がないので、壁殴るってことが基本ないんですよ。壁殴らない。なので、この、壁の、が繋がっていることをうまく利用して、大量のイエティをもう勝手に壁の、中をこうですね、回路に沿って歩かせちゃう。で、残った一番中心部のギガインフェルノに突撃艦をぶち当てちゃうんですね。で、追っていくというような格好に、するのが、まあ私が今日紹介したい回路の、壊し方です。これやると、事故っていうのが、まあ、まずないですね。事故っていうのはやっぱりサイドカット不十分とかで起こり得て、ユニットが狙った方向に行ってくんないっていうのが、まあ、主な事故の要因なんですけど、まあ、それが非常に少ないですね。なぜなら、もう、村のなんていうんですか、初めから出来上がってるルートを流すだけだから、非常に簡単なんですね。で、突撃艦は、今みたいにユニットが2時から出てきましたよね。イエティとかヒーラーが。その出したユニットの、が、ある程度施設を壊し終わったところで、その後ろからこう刺すような形にする。要は2時から主力を出したら2時から突撃艦を刺す。
っていう風にすると割とミスが少ないです。これ逆側からとか言っちゃうと結構防衛が残ったりしてるんで、対空砲にこう突撃艦が撃たれてギガインフェルノに到達する前に起こっちゃうとか、トルネード踏んでどうとかこうとか、まあいうことが起こり得るので、もうユニットが一旦歩き終わった、その、もうさ、施設がなくなった後を悠々と飛んでいくっていうような格好で使うのが一番いいですね。はい。さあ、じゃあ次2本目行ってみましょう。ちょっとね、1本目少し、まあ話を少し長くしちゃいましたけども、2本目、3本目はサクサクっと、行っていきたいと思います。で、2本目のこれですね、は、相手が取ってきてくれたアタック、取ってきてくれたって言っていいのかな相手に取られちゃったアタックというか、になるんですけども、クイヒーからの、ペッカイエティ、まあ、ネクロもいますね。うん。まあ、ネクロイエティ、ボーラーの、ペッカないか、ネクロイエティボーラーの、まあ、コンビネーションという形ですね。9時方面からクイヒスタートしていきます。これぞポイズンの一種か、まあ甘いし、まあ、そんなに上手い方ではないのかなと思ったんですけども、攻め方からして。なんですけど、その回路、こと回路を潰すっていう点においては、攻め方がよく、出来上がってるなというふうに思いました。なんで細かいですね、そのプレイヤースキルとかはあんま要求されないっていうのも、まあこのやり方のいいとこですね。まずはアーチャークイーンをこの9時方面から壁の中に入れたかったんでしょうけど、全然これ入っててないですね。ウォールブレーカーを出すタイミングが悪すぎて、壁に穴を開けたところに全然こうユニットが入っていかないと、まあいう状況が陥ってます。まあやっとここで2層目ではないな。リカバリのウォールブレーカーを入れてレイジプラスで壁を開けることができましたけども、さあ、こっから、今、十字面のところっていうのが、ある程度ですね、ちょっと間違えてごめんなさい。ここですね、十字面のところっていうのが、結構カットができました。こうなってくると、これから出すイエティ、ボーラー、ネクロマンサー、今、12時方面、11時ぐらいから出していってますけども、これ間違いなく時計回りに回ってきますよね、この壁の中を。そういうような形を作ってますね。まあ、ここの部分は非常にうまい。そして今、イエティを出した十字方面も、施設が残ってない十字方面から突撃艦を出していきます。で、さらにこれ、突撃艦にですね、グランドウォーデンのエタナルトームを使ってるっていう点はすごくいいですね。これうまいことですね、イエティたちにトームを当てるのと一緒に、突撃艦にも、トームをかけてあげることによって、ホーミング爆弾とか、そういうのを全部回避することができますね。さあ、そのまま、あとは中央でギガインフェルノに対しては、もうレイジも何も使わずにイエティが破壊していくと。そして残ったイエティも壁の内側から、8時方面の施設に対してミニイエティをぶつけていくような格好ですね。今回ですね、やっぱイエティプラスボーラーっていうのが効くのかなっていうふうに思います。まあ、こういった進め方をする場合って、壁の内側に入り込んだユニットが、その回廊のそのルートに沿ってどんどん歩きながら、壁の一個外側とかないしはもう一層内側なんかも壊していく必要があるんですね。そうするとイエティだけにしちゃうと、やっぱりですね、あんまり安定感がないので、イエティを縦にしながらボーラーを使っていくという波状攻撃をかましてあげると、かなりですね、壁の内側から、壁の内側というか壁の、もう一層内側ないしはもう一層外側っていうところまで、ダメージが入って、まあ、こう効率よくですね、ぐるっと、回廊を壊し切ることができるかなという感じがします。うん。なので、イエティ4プラスボーラー9でしたけど、まあ、ここまでボーラー多くなくてもいいかなと思うんですけどね。ボーラーを入れるっていうのは、ま、正解かなという気がしますね。はい。で、最後です。私の、攻めた、失敗アタックを見てもらいたいと思います。ですね、やっちゃったんですね。ここまで自分で言っときながら、うん、試しにどうだろうと思って、イエティガン詰めで言ったらこうなりました。ちょっとね、失敗アタックとしてみてください。失敗もあった方がいいですよね。まずはですね、今回の攻めには大きく、3つ失敗があります。1つ目、ライトニングドラゴン。これですね、壁のこの2層内側まで削るつもりだったんですね、0時で。なんですけども、その前に、グランドウォーデンとクロスボウを中心とした、高火力ダメージによって落とされちゃいました。これによって、2次方面のこの壁の内側が全然カットできない状態になってしまいます。ただまあ、これは最悪想定はしてました。フリーズ使えばよかったんですけどね。ちょっとそこまで、ちゃんとできなかったのが、私の、下手くそなところだったかな、っていうふうなところですね。はい。で、さらにそこで、イエティたちを一気に、2次方面、3次側から、一気に出していきます。で、これですね、最悪さっきの1本目の良太郎さんのリプレイも頭にあったんで、2つに割れちゃってもいいかなっていう気はしてました。ただですね、ちょっと誤算だったのは、全部ですね、イエティたちが、
束になって、うん、時計回りに流れてくれたんですが、アーチャークイーンだけ変な方向行っちゃったってなんか誤算でしたね。これちょっとまずかった。できればアーチャークイーンはイエティの集団に追随してほしかったですね。で、さらに今ここ突撃艦を出しながら中心部にレイジ打ちましたけども、このレイジ大失敗です。これね、フリーズ十分ですね。さっき2本目のアタック見てほしかったんですけど、もう一回ね、忘れてる方は。レイジ不要でしたよね。ギガインセルの壊すのに。不要なんですよ。不要なのに、私これレイジ使っちゃったっていうのが、ほんとこうもったなくって、できればここ今いるイエティたちの集団にもう使う呪文残ってないじゃないですか。これですね、やっぱりちゃんとレイジ残しとくべきでしたね。これ失敗の二つ目。で、最後、三つ目の失敗は、イエティたちが大量にここ残ってますけど、進軍が遅いです。非常に遅い。なので、やってしまった三つ目は、ボーラーがいないということですね。これね、ボーラー持ってきゃよかったです、やっぱり。まあ、イエティだけでも、その外側をロイヤルチャンピオンが、通ってきてくれるし、まあまあ、ウィザードも追加でしてるんで、なんとかなるかなと思ったんですよね。で、イエティガン攻めにしちゃえというふうにまあ判断したんですけど、これはやっぱ大失敗ですね。非常に壁の外側に対してイエティがこう興味を持っちゃって、こういうところなんか壁の外をこうな、壁殴って壁の外に自分たちでこう突進しちゃってますよね。で、こうなってきちゃうと、そのイエティの突進力っていうのがまあ分散されちゃって、まあ、結果的に効率の悪い攻めになっちゃうんですね。グランドウォーデンもここ。イエティがこう壁の外になんか回っちゃったおかげで、シングルインフェルのターゲットを食らっちゃって、このまま起こっちゃいます。もう非常にもったないですよね。これはボーラーをも入れれれば、多分、序盤のサイドカット失敗だったり、あとは、レイジを中心に使っちゃってもったなかったなっていうところも帳消しにできたかもしれないですね。まあ、それぐらいやっぱりですね、この回廊を突破するには、イエティプラスボーラー、この組み合わせ非常に重要だなと、まあ、いうのがですね、まあ、今回のこのアタック自分でもやってみて、反省、したところでした。はい。というところでですね、まあ、本日3つ回廊を見てもらいました。まあ、すべてにおいて共通するのは、突撃艦を、村の中心部に投げ込むというところですね。で、まあ、これぶっちゃけると、ウォールバスターでもいいかもしれません。エアスイーパーが村のその中央にあるギガインフェルノに向いてない場合、ないしはまあ、向いてるエアスイーパーを壊せるんだったら突撃艦の方が安定するんですけど、もしエアスイーパーがあるんだったら、まあ、あえて突撃艦にせずウォールバスターの方がむしろ安定しますね。で、このあたりも踏まえて最後まとめていくと、ですね、まず、イエティプラスボーラーを壁の内側に入れてあげて、あえてその回廊のぐるっと回っちゃうそのルートを意図的に回してやること。で、そこにぜひヒーラーをつけるということを忘れないでおいていただいた方がいいかなと思います。イエティ、ボーラー、ヒーラー、この3体のユニットをあえてぐるっと回廊を回す。で、回し終えたら、回してる、まあ、半分ぐらい、破壊率 50% いくかなぐらいのところで、イエティたちが通ってきたルートの上から突撃艦ないしは、エアスイーパーがある場合には、ウォールバスターを投げていくと。で、中央にあるギガインセルの、この突破兵器の中に入れたイエティで追っていく。この時には、レイジは基本不要です。まあ、せいぜいフリーズを1枚使ってあげれば、ギガインセルのが壊れるまでに、周りにいるイエティとかボーラーをこう焼いてしまう。まあ、そういうダメージを減らすことができるんで、まあ、使うならフリーズですね。レイジは使わない方がいいです。持たないんで。はい。ということで、村の中心を壊していくと。いうこと。まあ、この二つをですね、ちゃんと抑えれば、私のこの最後の攻めも失敗してますけど、しっかり星2の高破壊率は取れますよね。なので、間違っても星1で終わることはまあないと思います。イエティって結構体力があって、ヒーラーをちゃんとつけてあげさえすれば、一本目の両太郎さんみたいにイエティが二つにこう割れちゃったとしても、結構いいぐらい、いい具合に伸びるんですよね。なので、イエティ、ボーラー、ヒーラー、これを壁の中にジャンプで入れてやって、ウォールブレイカーとかも使わなくていいって事故るんで、ジャンプで入れてあげてぐるっと回す。回してる途中で、突撃艦ないしはウォールバスターを、イエティたちが通ってきたルートの上から当てる。これだけです。これを覚えていくと、必ず星2ないしは星3まで伸ばすことができますので、ぜひぜひですね、回廊をシンプルに壊したいよっていう方がいたら、これぜひ試してもらったら、成功率、非常に事故率が少ないね、回廊の破壊の仕方になるんじゃないかなというふうに思いますので、挑戦してみてもらえたら嬉しいです。はい。というところで本日このあたりで終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。またぜひ、次の動画でお会いいたしましょう。関西クラクラクラブにも遊びに来てください。ではまた、バイバイ。